いつも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。これだね。これどないして外せんやったらこうだったっけな。よいしょ。あ、前に押したら外れた。で、このバネがいらねえんだよな。で、この金属板は使わないので外しましょう。よし、OK。で、まあ、前回もね、G3 のね、爆殺カスタムの時もやったように、位置がね、テープをポンと貼ればいいわけではないので、位置をちゃんとね、見極めなきゃいけないので、ここがセレクター的に、あれかな、セーフティーかな。どの辺かな、セーフティー。あれ？このバージョン 1.7 だけど、ちょっと前回のと少しセンサーの形状が違うな。今回はね、照射と受け側が別になってるね。なるほど。なんかこうやってコロコロ仕様変えられるとさ、ちょっと困るよね。よし、なんかね、ネットでね、ちょっと探してみたら、これ一旦貼った後に、なんかね、マジックで塗って調整すればいいってね、なんか書いてあったんすよ。うまいやり方だなと思って。よいしょ。あ、やべ、めっちゃずれた。てか、くっつかねえし、これ。出たよ。よーし、ちょっとね、くっつかない予感が、いっぱい取れちゃったよ。あー、つかない予感がどうも的中してしまって、やっぱこれ無理だよな。よいしょ。あれ？くっついた。まあ大丈夫だね。よし。で、僕もそのね、マジックで塗る手法をね、ちょっと真似しようかなと思います。僕はね、いちいち一応ね、コロコロ変えてやってたんですけどね、今までは。そんなね、お手軽方法があるんだったらね、そっちの方が絶対いいよね。OK。じゃあ、ここが今ちょうどセーフティーなので、これを、オンにしてみます。セレクターが今ここでセーフティーです。で、よし、ここで、セミ。もうちょい。お、OK。お、いいね。ほら、プーっていった。じゃあ、これで OK だね。ちょうどこの位置で OK みたい。よし。じゃあ、このまま入れてしまいましょう。これを、ここにぶち込みまして。よし、いった !OK! お、いいね、いいね、いい感じ。よし。よーし。じゃあね、メカボックスも組み立ったし、今ね、バネも入れてみました。はい、今回入れたバネは140。まあこれでね、おそらく92、3ぐらいがね、出ればね、まあ同じかなと思っております。まあそんなもんでしょう、おそらくね。よーし、じゃあこれはね、また使って戻していきましょう。あー、戻すの大変な。戻すにあたってで、あとここに宮川さんを入れなきゃいけないんだったな。宮川さんをね、ちょっと入れていきましょう。よし。ああ抜けた抜けた。ああやっと抜けた。いや硬すぎだろこれ。おお、やっと抜けた。あらららら。はははは。大発見、割れております。じゃあこれまともに打てなかったんだ。いや硬かったな、今世紀最大に硬かったよ。わー、見てもこれなんか間に塗ってたグリスがもう固着してる。あれりゃ、まあいいや。よし、じゃあね、今回はこのバレルは使わずに、じゃじゃん、へっ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 へ、マッドブルのね、ブラックパイソン、
タイトバレルってやつはね、ちょっと買ってみました。へえ、なんかね、アルミでできてるんすよね。なんかね、高かったんだよね、これ。うん、なんかいいらしいっすよ。よくわかんないけど。よし、まあせっかくね、金出して買ったんで、つけていきましょう。今回も来ました。でーん。はい、私、宮川信者でございます。今回もやっぱりちょっとね、距離を稼ぎたいので、どっちがいいと思います？シリコン60か、ニトリル60か。シリコンはな、相性問題出やすいからな。けどいっか、シリコン使ってみようか。冒険だ、冒険。よし、じゃあシリコンのね、60を使ってみます。はまればいいけどね。ちょっとグリスいただいて。よいしょ。あ、どっこいしょと。どっこいしょ。めっちゃ斜めったね。あ、よし、今はまったかも。このシリコンのね、いいところはね、吸着性がいいので、一度くっつくとね、ずれないところ。滑り止めにもね、なるんで、すごくいいんですよね。ただ、柔らかすぎがゆえに、相性問題がすごく出やすくて、めっちゃ扱いづらいんですよね。だからちょっと事前に、こうやってちゃんと突っ込んで、こうね、問題が、出ないかどうかを、ちょっとよくノズルと付き合わせてね、事前に確認するといいかもです。これはダメだね。うまくはまればね、こうやってはまるんだけど、この先端が果たしてちゃんとこの中に入ってくれるかっていうね、問題もあるので、少しね、この先端を加工した方がいいな。ちょっといじりましょう。よし、ちょっとね、このノズルのね、このエッジの部分を少しだけ丸くしてみました。するとね、ここに入りやすくなるから、ここの先端さえね、この中に入ってしまえば、あとはね、スポッてかぶさるようにね、ほら、いい感じじゃない？こうやってすっぽりかぶさってくれるとね、完璧なんですよね。すっぽりかぶさってるでしょ？これがね、ちょっとでもずれるとこうなって、残念なことになっちゃうんですよね。うまくね、こうスポッと。入ってくれないとね。入ってくれるかな、これ。ちょっと厳しいよね、これ。漏れはなさそうだな。下がね、どうも具合があんまり良くないな。これだとバランスが崩れるね。ニトリル60だとうまくいくのかな。ギエ、ニトリル60の方がうまくいくかも。ニトリル60だと結構スポリか。やっぱダメだね、これ。やっぱちょっと使えないわ。ちょっとやめます。よいしょ。よし、ニトリル60、ちょっと固めの方ね。これでスポンと入れる。あー、ぴったりだ。あー、いけるね。ほら、なんともないわ。そうか、やっぱシリコン難しいな。ニトリル60だと一発だよ。よし、じゃあこれでね、ちょっと入れてみましょう。ちょっとさっきね、純正パッキンにやたらめったら硬かったから、うまく入る気がね、ちょっと今してないんだよね。結構ね、やばいぐらい硬かったよ。ちょっとこの中が大丈夫かな。
おお、かなりタイトだね。これは水道管テープはいらないな。絶対漏れない、これめっちゃあんこ硬いわ。まあ大丈夫か。ちょっとねノズル突っ込んでみて感触を見ましょう。あー、ちょっと突っ込んでみて、よし、これね突っ込んでエアが漏れるかどうかの簡単ってすげえ確認で、すげえ簡単ね。これ突っ込んでね反対側から息吹き込みいいんすよちょっとやってみますよ。あー完璧、あ全然出ない。おーすごいね、これぴったりくっついてるよ。おー完璧こんな感じですよ。こうやって口つけて、あー相当力強く吹かないとエア漏れてこないから、これぴったりっすわ。いいね、いい感じだね。上から見てもなんか変な風にゴムが曲がった感じもしないんで、ちょっとねこう何回かねガシガシ押してみるといいんですよ。ガシ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 押して、こうゴムがねちょっとでも曲がってるような感じがしたらアウトなんだけど、全然曲がってない。うん、完璧。わかんないねよし、じゃあゴムの取り付けはねどうもうまくいったっぽいので戻していきましょう。あーダメだねこれね。ちょっとね今ホップの部分をちょつけてみたんだけど、いくよ、これがねダメな例、やっとダメな例を示せるんだけど、ほら右と左でわかるかな、折り具合が違うでしょ。うん、これがねダメな例、わかるかなね。左だけ飛び出て右がちょこっとしか出てないでしょ。これだとめっちゃ左に玉が寄るんですよだこれね分解してやり直し、これはね何度も繰り返さなきゃいけないんですよ。宮川さんはめんどくせー